じゃあ思ったこと言っていただいて、はい、わかりました。はい、じゃあいきますね。はい、前歯の部分矯正治療、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、先ほどね、終わりまして、はい、アンケートもいろいろ書いていただいたんで、いくつか質問させてください。はい。はい、お名前教えてください。りゅうすけです。はい、ありがとうございます。年齢教えてください。19歳です。はい、ありがとうございます。で、前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。はい、ワイヤーで4ヶ月間。4ヶ月。上をね、上だけね、とりあえずやってましたよね。でそもそもこう上だけね部分矯正したいなとかしようかなってことはきっかけを教えてください。親に上だけでも歯並びが悪いんで直したらどうだって言われたので、うん、それで始めました。じゃあもし言われなかったらそこまで。そうですね。あんまり歯医者が好きじゃないんで。なるほど。そうかそう。やる気分じゃなかった。なるほどね。でその矯正やる前って。なんていうのかな、気になってたの自分の中では。言われてから結構気にするようになって。あ、そのお母さんに。そうですね、お父さんに言われて、でそう歯並びとか気にするようになって、周りの人とかも結構意識して見るようになると、うん、なるほど、自分のが結構悪いんだなっていうのに気づいて。言われたのはいつぐらいですか。言われたのは、うん、3年前とか。お姉ちゃんがちょうど矯正をしだした頃くらいに。じゃあ高校生ぐらいですか。そうですね、高校2年生とか3年生あたりで言われて、受験終わってからやろうねみたいな話をする。なるほど。でそこから気になり始めて。そう。じゃあ気になり始めちゃったがゆえに、その何、笑った時に笑って鼻が見えると気になり始めて。そう。それで、まあ、積もり積もって、うん、まあ、高校も出て、はい、じゃあやろうかと。で、調べ始めて、うちが出てきて、みたいな。そうですね。はい、その全体矯正もあるじゃないですか、はい、矯正って。じゃあ、なんか部分でやろうと思ったのは、なんかあるんですか。ワイヤーじゃなくて、マウスピースで。そうだ、最初ね。そう、お姉ちゃんがやってたんで、じゃあ自分もマウスピースの方が目立たないし、そっちの方がいいかなと思って、はいはいはい、それで調べてて、で見つかって、で2、3箇所くらい行って、はいはいはい、で他の場所はなんかもともと18歳だったんで、はい、1人で回ってて、はいはい、おやつ出てきてくださいみたいなのが結構あって。なるほど。なんだそれはみたいな。でたまたまこう来たら、全然なんかすごい親いなくてもどんどん話進んでいくし、そういうのやりやすかったので。ああなるほど。あ、じゃあ普通のっていうか、うち以外のところはそもそも最初から親。そうですね、一人で行って、うん、何やりたいんですかって言われた後に、うん、じゃあ次回親連れてきて話しましょうみたいな、うん、ああまずその最初の話を聞かれなかったそうですね。なるほどなるほどなるほど。そうかそうかそうか。親的にはお金は出してやるから、あとは全部自分で決めてこいっていう感じだったんだけど、はい、結局連れてきてくださいってなったから、はい、あちょっとめんどくさいなめんどくさいなみたいな感じになって、たまたまうちが、まあ、そういう感じだったらじゃあ一応お話しましょうかみたいな感じでどんどん進んでいってっていう、はい、なるほどっすね。で他は、マウスピース矯正で、全体のマウスピース矯正ですかね。そうですね。でそこで、まあ、話したけども、まあ、そもそも親連れてこないとそもそも話が進みませんよってなって、はい、でうちのね、その全体のマウスピース矯正だったらこれぐらいですよみたいな感じになって、はい、一回保留になったんだよね。そうですね。そう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 。でそこは、なんで保留にしたんですか一回。他のもう一個調べてて、うん、そこも行ってみようかな。行ってみようかなって。なるほど、なるほど、うん。それでまとめて、どこが結局いざっていう話を親にしなきゃいけなかったので。なるほど、なるほど、なるほど。それで、ちょっと時間が空いた。なるほど。で、その、うちの後に行ったところもマウスピース矯正ですか。はい。あ、なるほど。で、じゃあこういう 4個ぐらいなんか。そうですね。行って、じゃあそのお父さんお母さんに話して、で、実際にうちに連絡が来た時に、はい、そのワイヤーで、マウスピースじゃなくてワイヤーでやるよみたいな感じで来たんですけど、はい、その、じゃあその話としてはワイヤーがいいんじゃないかみたいな結論になったってことですか。あ、初
初めの相談の時に、うん、ワイヤーの方が断然早いから部分調整、あー、じゃあね、するのであれば、あ、部分でやるんだったらワイヤーの方が早くていいんじゃないかなっていう話だったんで、うん、まあ、4ヶ月だったら今ちょうどマスク生活してるし、うん、あんま出ないかなと思って、うん、で手っ取り早く終わらせようって、うん、でそれでじゃあお父さんお母さんもそれでいいんじゃないかみたいな。そうです、なるほど。若干に噛むと前歯に隙間がある開口と呼ばれる状態だったんですけども、うん、それをまあ改善するのはまあ全体の方がいいですよっていう、まあ、一応ね、はい、話もして、でもまあ別に自分的にはこのズレをなんとかしたいみたいなね、そうです感じだったから、まあ、じゃあそこの直すのと、まあ、若干に噛んだ時にこの隙間も目立たなくする感じでいいですかねみたいな感じで、それでいいんだっておっしゃってくれたんで、まあそれで。うん、じゃあやってみますかみたいな、ね、スタートしたそうですね。そうそう。で実際この4つ相談行って、はい、まあ、うちでやろうと思っていただけたと思うんですけど、うちでやろうと思っていただけた理由、はい、決めてみたいな、なんかまず連絡をしてから、うん、返信が来るまでのが早かったっていうのが、ああ、そうなんですね。そうですね。え、他は予約とかが結構、うん、2ヶ月先になりますみたいなのとかが結構ザラで、なるほど、はい、それがまあ早かった、はい、なるほど、連絡してから、うん、5日後とか3日後とかそういう結構早い、1週間以内に予約が取れる、どうですかってなったんだ、はい、あ、なるほど、それでパッと来た感じです。ああ、なるほどですね。そう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 。 あとはその部分だから、まあ、全体ほどのこうロングスパンでなくて、はい、期間もそうです、ね、短く終わるって言われたんで、じゃあそこも決めてっちゃ決めて、はい、そうだ、そうですね。あと話しやすかったですね。そうですね。さっきも話したんですけど、はい、他の病院行くと、はい、なんか親いないと話進まないからみたいな感じで、なるほど、まあ未成年だからね。そうですね。そうだから多分未成年でお金払うわけじゃないから、一応お金払う人と先生は多分話したいっていうのはあるよね。いや、わかるんですけどみたいな、まあ、確かに、そういう不安のなんか質問も結構、うん、取る時間もなく、うん、じゃあこれでみたいな、じゃあ来てくださいみたいな話しちゃったんで、ここは質問なんかないって結構ちゃんと聞いてもらえたりして、それで、なるほど、聞けること全部聞いてみたいな感じだったんで、結構それもありました。なるほど、ありがとうございます。そうで実際スタートしてね、終わったんですけど、はい、やる前に不安だったことなんか覚えてます？矯正を始めるときに、うん、初めは痛いかもしれないっていうのが結構不安で、うん、虫歯で一時期、うん、あの痛くなったことがあって、うん、放置しすぎて、それくらい痛いのかなっていう印象をずっと持ってて、あ、なるほど、3日とか1週間続くのかなみたいな。マウスピースをしてる姉も結構新しいのをつけた時に痛いってずっと言ったので、それは嫌だなっていう不安が結構。実際どうでしたか、スタートしてみて。初日の夜が結構一番辛くて、うん、で、なんとか寝れて、うん、で翌日起きるとあれ、あんまり痛くないなって、うん、で、そのまんま、あとはずっとって感じで、はい、じゃあ最初の初日以降はその痛みを超える痛みはなかったですか？そうですね。あ、もうじゃあ全然、一番初めが山だったみたいな感じで、そうです。じゃあ普通にご飯も食べれて、はい、じゃあよかったです。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で、はい、歯並びどういう風に変わりましたか？前歯が結構ちゃんとアーチ状になって、鏡で見ると結構おおって自分でも驚くくらい綺麗な感じ。前歯と隣がね、引っ込んだりして、そうですね、ちょっと前後して段々になってたんですよね、はい、でそれがこうホブスの方を描くような感じで並びました。はい、満足していただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ前歯の分岐やる前でやった後で、あの気持ちの変化とか、まあ、生活の変化ってどうですか、やる前に比べて今。こうだな、まあ、笑った時も気にならなくなったなとかあります？まあ、前歯が結構気になったんで、うん、前より、そういう意識っていうか、
歯出してなるべく笑わないようにしてたんで、これ、ね、ああやる前は、はい、とか笑う時に意識しちゃってあんまり、なるほどなるほど、だったんですけど、まあ治ったんで結構しっかりっていうか気にせず、はい、気にせず笑える、笑えそうですか。それが一番いいですね。そう、あ、前向きな感じで気持ちも楽になったというか、そういう感じですかね。じゃあ前歯の部分矯正をやりたいんだけどまだやってない人たち、うん、探してる段階のちょっと前の自分、はい、どうしようかなみたいな感じの方に何かメッセージというかアドバイスをお願いしたいんですけど、まず相談にとりあえず行ってもらって、うん、そこで自分が不安に思ってることを全部聞いてもらえると、うんうん、院長は結構ちゃんと丁寧に教えてもらえるんで話しやすいですし、それで不安がなくなったところで始めてもらえると、うんうん、絶対後悔はしないんで、あ、なるほどね、やり得って感じですね。あ、なるほどですね。そうかそうか。じゃあ、まあ、悩んでる人は、まあ、相談とりあえず行ってなんかこう疑問全部聞いてみて、はい、まあ、それで一番スッキリしたところ で、 そうです、ね、やるのがいいんじゃないかといった感じですかね。はい、ありました。ありがとうございます。じゃあ最後にあの前歯の部分矯正ね、上をワイヤーで4ヶ月ぐらいですね、はい、動かしましたけれども振り返ってみて前歯の部分矯正はやってよかったですか？はい、やってよかったです。やってよかったですか。分かりました。質問以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。